d n a の手主砲、牧秀悟内野手25が17日、TBS ラジオ、スポーツブループレゼンツ石橋孝明のゲートセブン、日曜前7-0にゲスト出演。パーソナリティを務めるお笑いコンビ、トンネルズの石橋孝明62に問われて、WBC 裏話を恥ずかしそうに認めた。3月のワールド・ベースボール・クラシック。 WBC で世界一に輝いた野球日本代表侍ジャパンメンバーだった牧。米国との決勝戦直前には大谷翔平投手29がミーティングでチームメートを鼓舞した「憧れるのをやめましょう」が大きな話題になった。この日の放送でも石橋がこの名言に触れあれでみんな「よっしゃダブルコート」ってなった。 と、質問すると、なりましたね。と、牧、キ、ぶっと、こう、試合前に、気持ちが高ぶって、はい、と続けた。だが、石橋が、でも、噂によると、試合前にトラウトのサインボールもらってたっていう、と突然のぶっこみ。これに慌てた牧は、そ、そ、そうですね、はい、としどろもどろになった。あれ、と思ったんですけど、と、石橋。 スタジオは何とも言えない笑いに包まれたが、石橋は試合前に通訳の一平ちゃんがダースで、ボールを持ってアメリカのベンチの方に行ってて、で、帰ってきたら栗山さんに、トラウトのサイン、もらいましたけど、いります。で、栗山さんももらったらしいですよ、とニヤニヤ、みんな、どうやら試合前にトラウトのサインボールをゲットしてて、その後に大家さんが、 憧れるのは、てと続けると、牧はもう耐えきれず、声を出して笑うしかなかった。それは本当に、トラウトのサインを、と楽しそうに詰め寄る石橋に牧も観念、本当です、と恥ずかしそうな声で認めるしかなかった。トラウト以外は誰かもらったんですかとなおも質問の手を緩めない石橋。だが、牧は、いや、トラウト選手だけですかね。 一平さんが持ってきてくれて、みんな、え、え、って、と決戦直前の舞台裏を明かした。石橋は、これがちょっとおかしかったんですけど、その後、大家君が、憧れるのは、って。みんなちょっと、手に持ってたっていう、と笑いが止まらなくなっていた。大谷翔平の名言、僕からは1個だけ。憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか。 センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球をやっていれば誰しもが聞いたことがあるような選手たちがいると思うんですけど、今日一日だけは、憧れてしまったら、超えられないんで、僕らは今日超えるために、トップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていていきましょう。さあ行こう。